皆さんこんにちは野球ファンにとってこの瞬間は特別なものですなぜならついに私たちが待ち焦がれていた大谷翔平選手がポストシーズンという大舞台で輝きを放とうとしているからです彼の素晴らしい成績とこれからの活躍にあなたはどんな期待を抱いていますかそれともパドレスとの激闘の中で彼がどのように奇跡を起こすのかに注目していますか大谷翔平とドジャースの挑戦 2023年シーズン、大谷翔平選手はドジャースに移籍し、打者として圧倒的な存在感を発揮しました。打率点310、54本塁打、そして59盗塁という歴史的な成績を残し、彼は再び MVP 候補として名前を挙げています。彼がこの成績を残すことができた背景には、健康を維持し続けることへの執念があります。 大谷翔平選手は何よりも健康でいることの大切さを理解しており、DH に専念することでシーズンを無事に終えることができたのです。ドジャースは今季、彼の活躍によりナ・リーグのトップシードを獲得しましたが、相手は侮れないパドレス。特にシーズン終盤にかけてパドレスは投手陣が強化され、プレーオフに向けて完璧な体制を整えてきています。 レギュラーシーズンではドジャースがパドレスに5ゲーム差をつけて地区優勝を果たしましたが、ポストシーズンは全く別の世界です。短期決戦では、わずかな失策やミスがリノチドりとなります。投手力の明暗パドレスの投手陣は後半戦で防御率を大幅に改善し、現在ではリーグでも上位に位置しています。 彼らの防御率は3.38と堅実で、特にエースのディランシースは後半戦で防御率2.66、14勝を記録し、チームの柱となっています。一方、ドジャースの投手陣は苦戦を強いられており、後半戦の防御率は4.11、そして9月には5.80と数字が下がり続けています。特に先発陣の不調が目立ち、プレイオフの舞台では大きな不安材料です。山本義信の試練。 そんな中、ドジャースのエースとして初戦のマウンドに立つのが山本由伸選手です。彼は今シーズン途中、右肩の腱板損傷で長期間離脱しており、復帰後も万全な状態ではありません。さらに、今季パドレス戦では2試合で防御率12.00という厳しい結果を残しており、その不安は不意されないでしょう。しかし、彼の投球がチームの運命を左右することは間違いありません。 大谷翔平 VS ダルビッシュ U 夢の対決2戦目ではかつて同じチームで活躍した大谷翔平とダルビッシュ U が直接対決する可能性がありますこの対決はまさに日本の野球ファンにとって夢の瞬間です大谷翔平選手は幼少期からダルビッシュ投手に憧れており彼との対戦は大きな意味を持つと語っていますポストシーズンという大舞台でこの2人が繰り広げる名勝負は 間違いなく歴史に残るでしょう大谷翔平の足が決め手にパドレスにとってのもう一つの脅威は大谷翔平選手の総力です彼は今季盗塁数で日本人選手の歴代記録を打ち破り59盗塁を達成しました彼を歩かせることは単なる出塁ではなく得点圏に送り込むことと同義です特に日系4世のカイル東岡星との攻防戦は見どころの一つです 東岡選手はワイルドカードシリーズで2本塁打を放つなど好調ですが、投塁阻止率は20%と低めであり、大谷翔平選手がベースを次々に奪うシーンも十分に考えられます。ベッツとフリーマンの責任もちろん、大谷翔平選手1人だけでなく、彼の後ろに控えるムーキー・ベッツやフレディ・フリーマンの活躍も重要です。しかし、か 過去2年のポストシーズンでは彼らの打撃成績が振るわず、今回もプレッシャーがかかっています。特にベッツはポストシーズンでの成績が低迷しており、ドジャースの勝利には彼の復活が不可欠です。ファンの声援が力に。最後に、大谷翔平選手がこの大舞台でどのような活躍を見せてくれるのか、ファンの声援が彼にどれだけの力を与えるかは計り知れません。 彼の努力と情熱、そしてあなたの応援が一つとなることで、新たな歴史が刻まれる瞬間を目撃することができるでしょう。皆さん、大谷翔平選手と共にこのポストシーズンを駆け抜け、彼が次なる伝説を作るその瞬間を共に喜びましょう。今こそ、全力で応援しましょう。